僕は地方の三流私立大学に通っている A 県にある A 大学というネーミングのせいでよく人に国公立と間違われる大学だ。僕の人生を変えたあの出来事が起きたのもやはりそのネーミングが大きな原因だった。ことの起こりは大学2年の半ばに参加したボランティア活動。僕はそこで隣県の S 大学に通うギャル子と知り合った。こんにちは、うちギャル子って言います。 S 大なんですけど知ってます？教育学部に行ってて将来は先生になろうかな的なこのボランティアも授業の一環なんですよ。ピエン超えてパオンだわ。ギャルだな。苦手な人種だとは思ったが一応無難に自己紹介。 S 大は地元なのでよく知ってますよ。僕は A 大で歯学部に通ってます。よろしく。A 大の歯学部なんですか？じゃあ LINE 教えてください。微妙な含みが気になりつつもこの時は何の気なしに ID を交換した。翌日ギャル子から何通か LINE が届いた。内容は昨日はお疲れーションとか疲れすぎてなえたといったよく意味がわからない&取り留めのない話ばかり。お疲れ様でした、お互いよく休みましょうと適当に返事を返してこの日のやり取りは終了した。ところがその翌日からどんどん LINE の量が増加。大学では基本的に書庫にこもっていたのでマナーモードの通知音もかなり耳障りだった。あまりにもスマホが振動するので周りの学生からも睨まれる日々。こんなの全部返せるわけないだろう。イライラしつつ少しだけ返事をしてあとは勉強に集中した。2週間後、次のボランティア活動の日、その中にはできれば会いたくなかったギャル子もいた。こんにちは。最近あんまり LINE 返してくれなくないですか？未読無視つらお。せっかく送ってるんだから返信してくださいよ。この時点でギャル子からの LINE は1日数十件、もはや既読をつけるのもやめていた。大学でずっと課題やってたので今結構忙しいんですよ。作り笑いを浮かべつつたくさん LINE が来ても困ることをやんわり伝える。しかしやんわり伝えすぎたのか。大変ですね。それじゃあ取りま気分転換で LINE しません？ギャル子には迷惑だということが一切伝わらない。いやだから LINE をする時間が。参加者の皆さんそろそろお集まりください。そうこうしているうちにボランティアが始まりなし崩し的に解散。まあいや、これでしばらく話さなくて済む。しっかり活動をこなし、終了後は他の参加者たちと連れ立って馴染みの喫茶店へ向かった。この座談会は比較的年配の人が多かったが、どの人も話が面白いので一緒に行くことが多かった。ただその日はなぜかギャル子も一緒についてきた。前回のボランティアでは喫茶店まで行かずさっさと帰っていたはずだ。なんとも言えない顔をする僕をよそに、参加者のおじさんたちはギャル子を大歓迎。いや、若い子が増えていいね。まだ10代だろ、若いな。そんな若くないですよ。もうすぐ20歳ですし。せっかくの座談会がどうでもいい話題に。げんなりしてコーヒーを飲んでいると、明らかにこんな店には来ないような派手派手しい出立ちのギャルグループが来店した。あ、みんな来た。どうやらギャル子の知り合いらしい。まあそうだろうな。我関せずと2杯目のコーヒーを頼むために手を挙げる。するとなぜかギャル子がその腕をぐっと掴んできた。この人が例の。例のってなんだ。腕を掴んだままギャル子は畳みかけるように喋り出す。国立の大学に通っててお医者さんの卵的な。すごくね。何もかもが違う。マジすご。ギャル子やろじゃん。訂正する間もなく大声で盛り上がるギャルグループ。参加者のおじさんたちもみんなあっけに取られてこちらを見ていた。全く話が読めない上にギャル子の長い爪が腕に食い込んで痛い。イライラを募らせているとギャルグループの一人が声をかけてきた。お医者さんになるんですか？大変ですね。全く違います、全部間違ってます。その瞬間腕を掴んでいた手がパッと離れた。歯学部でしょ、将来は医者になるんじゃないの？ギャル子は目をひんむいてこちらを見ている。だから歯学部なので歴史を専攻してます。医者にはなりません。つーか A 大って医療系の学部なくね？ギャルグループの一人が思い出したように言った。は？騙したの？ふざけんなよ。
突如切れるギャル子、般若のような面で再度腕を掴んできた。えって、だから爪が長くて痛すぎる。いや、お前の勘違いじゃん。逆切れすんなし。冷静に突っ込んだギャルグループのうちの二人がギャル子を止めてくれた。そのまま店の外へと連れ出されるギャル子、最後まで大声で騙すとか最低、ふざけんなと罵倒を繰り返していた。どういうことか教えてもらえますか。腕をさすりながら残ったギャル友に話を聞き、ようやく真相が判明。なんとギャル子は歯学部に通う、将来お医者さんになる人がいる。ちょっとウブでまだ告白はされてないけど、もう一押しだはずと言いふらしていたらしい。いやいやいや、なんかいろいろ勘違いさせててすみません。いや、うちらも勝手に盛り上がっちゃってマジごめんっていうか、おじさんたちにも迷惑かけちゃったんじゃね。ギャル友達は見かけによらず礼儀正しかった。蚊帳の外だったおじさんたちも若い女子を前にした途端大人の貫禄を見せる。まあまあね、若いうちはいろいろあるからね。よし、おじさんたちがパフェをおごってやろう。まあ、あげみぞは。あげ。おじさんたちとギャル友が仲良く談笑するのを横目に、その日一番のため息が出た。その後、ギャル子の LINE をブロックし、すっかり打ち解けたギャル友と ID を交換。うちの友達に歴史好きな子がいんの。今度紹介してあげるよ。と、なぜか女の子まで紹介してくれた。紹介された子は、なぜか全くギャルではない清楚な子だった。今まで誰とも語り合えなかった歴史の話をニコニコと聞いてくれる可愛い女の子。勇気を振り絞って交際を申し込むと、彼女も OK と言ってくれた。そろそろ付き合って1年になるが、交際は順調そのもの。もしどこかでギャル子に会ったら、君のおかげで幸せだよと言ってやりたいと思う。ご視聴ありがとうございました。また見てね。